データマトリックスの例。Wikipedia, ザフリー、エンサイクロペディアというテキストをエンコードしているデータマトリックスは、マトリックス、また日本ではデータコードともいい、正方形、または長方形のパターンで配置された白黒のセル、またはドットで構成される二次元コードである。アメリカ合衆国を中心に普及している。テキスト、または数値データをエンコードできる。 通常、数バイトから1556バイトまでのデータサイズの情報が記録でき、最大2335文字の英数字を保存できる。エンコードされたデータの長さは、マトリックス内のセル数に依存する。信頼性を高めるため、誤り訂正符号がよく使用され、一つまたは複数のセルが破損して読み取り不能になった場合でも、情報を読み取ることができる。 データマトリックスシンボルは長方形で、通常は正方形でビットを表す正方形のセルで構成される。使用するコーディングに応じて白のセルは0を表し、黒のセルは1を表す。逆も同様である。すべてのデータマトリックスは L 字型の2つの隣接する実線の境界線と明暗の交互のセル、 またはモジュールで構成される他の二つの境界線で構成される。これらの境界内に情報をエンコードするセルの行と列が存在する。ファインダーパターンは位置検出パターンともいい、シンボルの位置を特定するために使用され、タイミングパターンはシンボルの行と列の数を表す。より多くのデータがシンボルにエンコードされるとセルの数が増加し複雑になる。 サイズは、旧規格のデータマトリックス ECC000140 では99から4949 49、新規格データマトリックス ECC200 では10、10から144144と定められている。インテル製、ミニ PCI 無線ランカードに記載されたデータマトリックス。シリアル番号 15C06E115 アズック7 2 9 8 3万三4をエンコードする。 データマトリックスは2または3平方ミリメートルの大きさで読み取り可能な50文字のテキストをエンコードできるがコントラスト比20%でしか読み取れないために小さく記載されている300マイクロメートルのものから1メートルの正、方形までの幅広い大きさのものが存在しデータマトリックスにはスケーラビリティが見込まれる技術とされているまた アメリカ電子工業会は小さな電子部品のラベル付けにデータマトリックスの使用を推奨しておりパソコンでもデータマトリックスが記載された部品がよく使用されているアメリカでは手紙など郵便物のラベルといった印刷メディアで広く扱われているコードはバーコードリーダーで素早く読み取ることが可能バーコードリーダーを使用し例えば小包が 受取人に発送された時にメディアを追跡できる。マーキング面データマトリックスは産業工学の分野でも活用され、電子部品などコンポーネントに直接記載し、データマトリックスによって目的のコンポーネントを識別することができる。コードは様々な方法でマーキングでき、航空宇宙産業では、これらは一般に工業用インクジェットドットピンマーキング、 レーザーマーキング、エレクトロケミカルエッチングによる。これらの方法により、コンポーネントの寿命まで消えないよう記載されている。データマトリックスコードは、通常、専門のカメラ機器とソフトウェアを使用して検証される。この検証により、コードが関連する規格に準拠していること、およびコンポーネントの有効期間中の可読性が確保される。コンポーネントがサービスを開始した後、 データマトリックスコードはリーダーカメラによって読み取られデータをデコードし移動追跡や在庫在庫チェックなどの様々な目的に使用できる。携帯電話でデータマトリックスを読み取るデータマトリックスコードは携帯電話でも二次元バーコードなどの他のオープンソースコードと同様コード固有のモバイルアプリケーションをダウンロードインストールすることにより読み取ることができる。 多くのモバイルデバイスはデータマトリックスコードを含む二次元コードを読み取ることができるがデコードを拡張する機能はほとんどなく安全に追跡、偽造防止、電子政府、銀行のオンラインシステムなどのサービスで使用できる。データマトリックスコードは食品業界では自動放送システムで使用され、食品が誤って放送されたり日付がつけられないようにする。コードは 食品製造業者のデータベースで管理され、原材料の種類など、各製品に関連付けられている。製品の放送を実行するたびに、コードがプリンターに提供される。最適なスキャンのために 2D データマトリックスを配置するには、多種類のラベルアートワークが必要となる。白地に黒のコードでは、印刷品質が問題にならない限りテストは必要ないが、 読みやすくするために、生産前に、すべてのカラーバリエーションをテストする必要がある。2006年5月、ドイツのコンピュータープログラマーであるベルンハルト、ホップフェンゲルターは、ミステリーサークルに似た方法で、麦畑に大規模なデータマトリックスを作成した。メッセージには、ハロー、ワールドと表示されていた。2011年6月、パリのタトゥーアーティストカールは、 スコッチウイスキーのブランドであるバランタインのプロモーション活動の一環としてコラボレーションし、Facebook でライブストリーミングされた世界初のデータマトリックスを利用したアニメーションを作成した。日本でも見られるデータマトリックスの例に FINA マークがある。これは国際水泳連盟が認定した水着につけられるマークで 公式大会にはこのマークのある水着でないと選手は出場できないことになっている。テキストをエンコードするデータマトリックスコードの例、wikipedia を示す。色付きでデータ、パディング、エラー修正、ファインダーとタイミング、未使用。データマトリックスシンボルは境界ファインダーとタイミングパターン内に配置されたモジュールで構成される。 アスキー文字コード全体から最大3116文字をエンコードできる。シンボルは通常の配列で設定されたモジュールを含むデータ領域で構成されて大きなシンボルにはいくつかの領域が含まれる。各データ領域はファインダーパターンで区切られ4ペン全てがクワイエットゾーンの境界で囲まれている。なお、モジュールは円形または正方形の場合があり。 標準では特定の形状は定義されていない。例えば、ドットでピーニングされたセルは通常円形。データマトリックスの新しい規格である ECC200 はエラーと消去の回復にリードソロモン符号を使用する。ECC200 ではシンボルが30%の損傷を受けた場合にマトリックスがまだ正確に配置されていると仮定して、 エンコードされたデータ文字列全体を再構築できる。データマトリックスのエラー率はスキャンされた1000万文字に1未満。シンボルには偶数の行と偶数の列がある。ほとんどのシンボルのサイズは1010から144、144の正方形。ただし一部のシンボルは88から16、48の長方形。 ECC200 エラー訂正を使用するすべてのシンボルは右上隅のモジュールが背景色と同じであることで認識できる。ECC200 シンボルを以前の規格と区別する追加機能には次のものがある。アディショナルケイポビラティス・ザット・ディフェレンシー f ECC200 シンボルズ・フロム・ザ・アリア・スタンダーズ・インクルード・データ・マトリックスの古い規格には ECC000 ECC050、ECC080、ECC100、ECC140、e、が含まれる。ECC200 などのリードソロモン符号を使用する。代わりに ECC000140 は畳み込みベースのエラー修正を使用します。それぞれが提供するエラー訂正の量は異なるが、ECC000 では提供されず、ECC140 は最大量が提供されている。 デコード時のエラー検出のために ECC000 の場合でもこれらの各バージョンは巡回冗長検査もエンコードする。追加の手段としてコード内の各ビットの配置は仕様に含まれるビット配置テーブルによって決定される。これらの古いバージョンには常に奇数のモジュールがあり99から4949 49の範囲のサイズで作成できる。 ECC000 から140のエラー訂正を利用するすべてのシンボルは背景色と逆の右上隅のモジュールで認識できる。ISO-IEC16022 によると ECC000140 は単一の当事者がシンボルの生成と読み取りの両方を制御しシステム全体のパフォーマンスを担当するクローズドアプリケーションでのみ使用する必要がある。 データマトリックスの特許は、米インターナショナルデータマトリックス社によって1987年に発明され、米オートマチックス社に買収された後、2005年10月に、ドクシーメンス、2008年9月には、米マイクロスキャンシステムズ社が取得。現在は ISO、IEC 標準規格であり、多くの用途でパブリックドメインにあり、ライセンスや使用料なしで使用できる。 産業用データマトリックスコードリーダーエンコードプロセスについては ISO のウェブサイトで公開されている。またデータマトリックスの ECC-200 バリアントをエンコードおよびデコードするためのオープンソースソフトウェアも公開されている。以下の図はデータマトリックスシンボル内のメッセージデータの配置を示している。メッセージは Wikipedia であり左上隅から始まる。 やや複雑な斜めのパターンで配置されている。最初の W など一部の文字は2つに分割され、3番目の I は通常の L 字型の配置ではなくコーナーパターン2になっている。また、メッセージの終わりコード、パディングおよびエラー修正バイトおよび4つの未使用スペースモジュールも示されている。複数のエンコードモードを使用し、様々な種類のメッセージを保存できる。 デフォルトモードでは8ビットコードワードごとに一つの ASCII 文字が保存される。また以下に示すようにモードを切り替えるための制御コードが提供されている。C40 テキストおよび X12 モードはテキストメッセージを保存するためにコンパクトな構造となっている。0から39の範囲の文字コードを使用する d e g r a i x 5 2に似ており、 これらのコードのうち3つを組み合わせて、最大4003イコール64000の数値を作成し、次のように2バイトまでに圧縮する。B1 の結果の値は0から249の範囲。ASCII エンコードモードに戻すには、特別な値である254が使用される。文字コードの解釈を次の表に示す。C40 モードとテキストモードには、4つの個別のセットがある。 セット例はデフォルトであり、次の文字に別のセットを一時的に選択するコードが含まれている。唯一の違いは、大文字と小文字を逆にすることである。C40 は主に大文字で、セット3に小文字が含まれています。テキストはその逆となる。アスキー制御コードを含むセット1、および苦闘点記号を含むセット2は、C40 モードとテキストモードで同一。 エデファクトモードでは1文字あたり6ビットを使用し、4文字を3バイトに圧縮する。数字、大文字および多くの句等点を格納できるが、小文字はサポートされていない。ベース256モードのデータは長さのインジケーターで始まり、その後に多数のデータバイトが続く。1から249の長さは1バイトとしてエンコードされ、 それより長い長さは2バイトとして保存される。コード化されたメッセージ内の例の長い文字列はデータマトリックスシンボル内の大きな空白領域になり、スキャナーの動機が失われる可能性があるため、避けられる。そのため、デフォルトのアスキーエンコードでは例を使用しない。その可能性を低くするために、疑ンスチ数値 R を追加することで、長さとデータバイトを隠す。ありがとうございます。